抜群のコントロールを誇ります。マウンド上の摂津忠志。引っ掛けた当たりはファウルになっています。まあ、こうやって構えたところに正確にボールが来る、はい、キャッチャーもリードして楽しいんじゃないでしょうか。楽しいと思いますよ、はい、楽だと思いますよ、今日マスクをかぶるのは山崎です。摂津そして山崎のバッテリー。インコース見逃し三振。インコースの低めにズバッとストレートが決まっています。スケールス手が出ませんでした。素晴らしいコントロールです。 そうです。その前にね、一つ聞きましたけど、はい、まあ、あんまり、ね、変わらないところで投げたと思うんですけど ね、はい、今シーズン6度先発しているこの対ファイターズ戦の摂津。見逃し三振。138キロのまっすぐ、真ん中低めのボールでした。陽大館打ちたい打ちたいという気持ちはあるんですが、しかしバットが出ません。まあ、さらにその上行ってますよね、コントロールね。2者連続の見逃し三振。ツーアウトを奪っています。今日先発の摂津。しかしその直後に投手陣が2点を献上。見逃し三振です。ファイターズも流れをつかみかけては手放してっていうようなね、今日の展開ですよ ね。なかなかね、まあ、取ったその次の回に取られてしまうとね、打線がよしって思ってるところで取られてしまうので、はい、なかなか勢いつかないですよね。そうですね。2ボール2ストライクです。空振り三振。これで10個目2桁奪三振になりました。摂津オフパワーは今日は3打席連続三振です。今日10個目の三振、ホフパワーから奪っています。摂津この回は中田、ホフパワー、そしてその前のイニングは稲葉も空振り三振でしたので、稲葉から3者連続三振という形になっています。